今日は暑いな。暑いな。よいしょ。暑いな。暑いな。どうも、これは本堂都市の扇子の新色や。すごい使いやすいぞ。ありがとうございます皆さん。ということで、その今日もあっちの方やったかな、あっちやったかな、確かあっちの方でグッズいろいろ持ってきて、僕も多分買ってるので、ぜひグッズコーナー遊びに来てください。ありがとうございます。ということで、何次第だか、そう、ということで、次あと2曲で僕のコーナーは最後なんですけど、次の曲は僕が曲の中でセンスって言うんですよ。そしたら、お、もう何人か手に持ってくださってる方がいらっしゃるんですけど、僕がセンスって言ったら何でもいいので振ってほしいんですよ。あの、手でもタオルでも大丈夫なので、ぜひよかったら次の曲は一緒に、皆さんと一緒にやってもらえたらなと思います。ということで、皆さんまだまだ盛り上がっていきましょう。ダンシングヒーロー。
ありがとうございました。こんな年でした。ありがとうございました。福家近藤俊樹君でございます。はい、そうです。この後ね、CD 販売するんですよね。そうです。それで今日はなんかね、あの特典として CD をお買い上げいただいたお客様にはですね、サイン入りの色紙をね、差し上げるそうです。そうです。さっき楽屋で書きました。書きたてほやほやの。書きたてほやほやのね。そうです。はい、あとはなんかグッズも販売してらっしゃるので、先日行きましたよ、ね、さっき途中でね、見せていただいたグッズ、うん、これは購入の特典、写真が撮れるってなんかちょっと小耳に挟んだんですけど、 ありがとうございます。そうです、ね、そうですよね、あの受付のところで一緒に販売してこれ便利です。便利ですもんね、タオルとね、扇子が入った袋でね、このまま遭難しても全然生き残れるという、グッズになってますので、ぜひね、お求めいただきたい、はい、受付のところで販売してますので、ぜひ行ってみてください。はい、ありがとうございます。じゃあ、としきくんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。こんなとしきでした。向こうに待ってたのかな、向こうに。はい、お疲れ様でした。どうもありがとうございました。かっこいいな、最後まで爽やかでしたね。ここどうすんの、あゆみちゃん。10分